今めっちゃ雨降ってんの。こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、人生2回目の奈良公園来ました。奈良公園って言ったらこんな感じでですね、うわーやばいやばい、鹿がいまして、放し飼いになってまして、なんといっても楽しみ方の一つはこの鹿せんべいをですね、鹿ちゃんにこうやって配ってあげることによって、このように鹿がこう、ついてくれるんで、この光景をですね、今回お届けしたいなと思うんですけども、ちょっと待って、わかった、あげるから。ちょっと痛い、バカって言っちゃった。いったちょっと待って、バカ、痛い、わかった。ちょっと待って、わかった、痛い。おお、なんか来たぞ、こいつ。おお、わかった。痛い。ほんと痛い。ほんとに痛い。配るから。やべえ、マジで。ほら。ほら。ちょっと待って、ブレブレの映像になっちゃう。配ります。おー、食べてますね。この光景はまさしくズルターンの社長のお金配りおばさんですね。私は今現在秋田のお金配りおばさんをしております。見てください、この鹿たちはですね、この鹿せんべいがなくなった瞬間にそっぽを向くそうなんですよ。こんな恩をあだで返すような人間に皆さんはならないでくださいね。おっと、これがお金配りおじさんの、いや、ツイッターでばらまかれてる世の中の闇の一部です。世の中の闇の光景がこのように具現化されています。でああ疲れた。やばい。わかった。ちょっと待って。痛い。わかった。痛い。助けて。わかった。言ったけどな、お前らにな、3000円もの鹿せんべい買ってやったんだぞ。感謝するという表現をする、少しでもしたらどうだ。あ、やばい、ちょっと、あ、痛い。わかった。お前ら草食動物だろ。落ち着け。痛い。ほんと痛い。わかった。ほんとに痛い。ちょっと、やめて。配り終わっちゃった。もうない。いや、もうない。もうかるだって。
拳戦争食わせようか、お前。おい、鉄拳戦争食らわせるぞ。人間様に歯向かうとならこうなるってことを、身を締めて感じて、いった蹴られたなんかいきなり。大さん、大さん、大さん、ああ、お前もう空だよ。空、空だから。ビニール食べちゃダメだから。あ、ありません。もうありません。降参です。もうありません。もうないです。ない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 。はい。こんな感じで、今回は人生初の鹿に、蹴りを入れられたという物語でした。いや、もういいんだ。もういい。もうやめて。もうないから。わかった。わかった。わかった、わかった、わかった。わかった、わかった、わかった。お前ら草食動物だろ？うわぁ、うわぁ、わかった、落ち着け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 、あぁ、痛い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 、ほんと痛い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 、痛い、わかった、痛った、ほんと痛い、ちょっと、やめてー、やめて、やめて、やめて、はいはいはい、あ、配り終わっちゃった。あ、もうない、もうない、もうない。いや、もうない、もうない、うわー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 、やべー、もう来る、もう来るだって、大さん、大さん、ちょい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 、まだ尺が7分ということで、大人の都合上8分超えないと動画は公開できません。ですので、今からこの動画を見ていただいた皆さんに、シカちゃんたちの豆知識をお伝えしたいと思います。このシカちゃんたちはですね、クジラグーテンモクという種別なんですよ。クジラと仲間なんですよ。びっくりでしょ。クジラグーテンモクは他にもイノシシ、ラクダ、ブタ、トナカイ、カバ、すごいな、あとイルカか。全然似てないですよね。霊長類だったら、まあ、人間、ゴリラ、チンパンジー、猿とか二足歩行なので、なんとなく理解できるんですけども、シカちゃんがクジラちゃんの仲間ってびっくりですよ。以上、時間稼ぎの豆知識でした。